高塚です。やっていきますヴィーナス&ブレイブス。ちょっとね音量はちっちゃかったような気がしたからゲーム音を上げました。はい、遠征に出ますよ。あまり無茶しないで。はい、あと7年でこのゲーム最後の最悪になります。で、あ、グラツヤス近い。ヘルミナでね、魔物の巣窟に関する噂も聞きたいんで、ちょっとこっち側に寄って、一番早く滅ぼされるのか。あ、やばい。OK。じゃあ、こう回っていこうかね。OK。で、こっちに行っちゃう。悩みどころだな。でも、ここ、1年以下で壊されるっていうなら行かないとな。2年。うむ、わかりました。ちょっと長い冒険になりますが、よし、回り回ろう。とりあえず壊されそうなここを助けます。助けるよ助けるよ。オタマはもう諦めてるもんな。水の1393×2 石の素早さ6。よし、これくらいなら勝てるぞ。レベルを上げたいと、つまりサザンがクー来るな。で石も来るから気をつけないといけない。食らいたくないなダメージを。よし、レベル上げたい人は出てきてください。マキちゃんあげようね、今回は。今回も子供やらなんやら関係ないからな。よし、このメンバーだな。あげたいのは。139ね、体力。139の。全くレベルが上がってないのは、ジャリガールさんだ。こうするかな。75で、素早さ6でしょう。一番食らいやすいこの2人に後ろに下げて、でも石化2回してくるのか。じゃあ食らっちゃった方がマシかもしれないな。いや、そんなことはないよ。いやー、難しいな。あと1人補助の人を作りましょう。結婚してる人の方がいいな、変に乱されない。こうやってこれでいいかな。守りつつできるし、水だったな。火はいないっけ。これで110、まあ2ターンで倒せる素早さは6だな、敵が。ああ、なんとかなるんじゃないかね。これでいこう。みんな行くぞ。でもちょっと不安はあります。バラバラに攻撃してくれたら一番いいんだけども。
し、そっちと、あーそうくるか。いいぞいいぞ、エイランさんが上がったぞ。よしよし、オッケーです。よしよしよし、エイランさんいいぞ、上げていきたい。うん、で上に行きまして、そっちが終わりましたか。あれ、それ新刊さん来るっていうやつじゃなかったっけ。まあでも新刊さんはちょっと増えてきたしな。どうかな、6年ちょっと簡単にはいかないな。240の 6×2 の石なんだよな。これは回しながら行きましょう。で若いものを狙うのね。6プラスサザン学きついな。若い人を狙うからそこはやりやすいです。若い人をチリチリにして、よし考えよう。各列に若い人を置き、若い人はしっかり守って、石のタイミングもあるんだよ。しっかり守るといっても複数回攻撃だから軽く見ることはできなくて、回復してあげ、この人の人も回復力足りないから、回復してあげて次回復が高い人、君に決めた。で土属性だな。うわ水、そっか。こうかな。じゃあこうかな。この3人が狙われる。まきちゃんは守ってもらい、結構食らうんだけどな。最初に石が来る、いや2番目に石が来た場合、プラス6でしょ。3プラス3が消え、0プラス6プラス6の1で、あれちょっと待って6 9 6 9 15くらう。あ、まずい、まずいぞ。まきちゃんは出しちゃダメだ。となると、エイランさんもちょっと危険だな。
上げたい人は得意じゃないから、まあ、いい感じに強い人を強くできる人を置こう。そっか、若くて次回復できる人置かないといけないのか。じゃあクロッケル君置いて、マキちゃんは置いちゃいけなくって、アルガイさん置きますか。これで両方できる人こうしよう。したらウェルシアさんが食らっちゃうのか。まあでも25だから、まあ耐えられはするな。うん、回復力11か。しますか。じゃあこうでいいか。獣幻術師さんが狙われ、ダルディアさん、まあこの辺は大丈夫。この子も回復してもらうから大丈夫。これで一気にいきます。うん。あ、アルメディアさんが狙われるか。難しいね。メノメレムさんをこうやって狙わせて、クロッケルが狙われて回復してあげて、メノメレムさんも守ってもらい、うん大丈夫。みんな引きそう。まあ程よい難易度になったと言いますか、ある程度ね、弱ってきてみんなが、あ、ちょうどいい難易度ではあるかもしれないな。最近簡単すぎたもんな。はい、回します。気軽にレベル上げ、トリレもそんな気軽にレベル上げできる強さじゃないかもな。結構食らうかもみんな毎回。毎回年齢が上がっていくのは若いみんなにとってはむしろいいことなんだけどね。いいぞ。あ、ありゃ、おや、ちょいと待てよ。この二人が倒してしまうよりは。あらー、ラルディアさんやっちゃう。あ、でも石にされるか。いやでも結局巫女さんが倒しちゃうな。サモクロクちゃんが倒しちゃうな。うん、いや回さずに幻術師さんに頑張ってもらった方が良かったかもしれん。クロッケルか。
にでしょう。火力が足りないな。火力来ないかな。よし、とりあえずこの2匹倒して右に一回寄ろうか。ゴブリンメイジ、あーやっぱ新刊さんのやつだったっけ。あ、こっちか。ハーレーの村に新刊さんがいるのか。場所がなーちょっと良くないなー。盗賊団回復の泉はいらなくって、まあ右側行こうかね。こう行ってこう行くのか、こう行ってこう行ってこう行くのか、どっちが早いかわからんな。あ、でも山とかを考えると左のそれ使った方が早いかな。お願いします、エルフィンバレーまで。よし、あれ、あ、そこか。ちょっと難しくなったな。その左の方だと思ってた。まあいいんだけども、なんとかなるけども、どうしようかしら。ゴブリンメイジレベル高いな。レベル9、水の300、攻撃が 5×3、 気まぐれ全体攻撃。17か。全体攻撃2回目で全体攻撃来るか。いやー、いけるかな。10プラスの7、17くらいだよな。1回耐えたとして、1回耐えたら10か12か食らうっていう感じやね。で全体攻撃が来る。あ、あ、いや火力重視で畳みかけた方がいいな、これは。難しいね。年齢のこと言ってられないかな。言ってられないかな。これで2回だとして素早さ14でしょ。勝てるな。素早さはもう余裕だ。15くらっても大丈夫よね。この子は守れるね。うん、まあ大丈夫でしょう。これで運よくクロッケル君を倒してくれると嬉しいけど。あ、水属性、属性考えてなかった、やばい。あ、まあクロッケル君以外、あ、まあ大丈夫だな。おお、おお、おっと、あ、これやれるかも。頑張れ、マキちゃん。いける気がする。よしよし。
音量難しいね、音量若干。よし、やったー。お、牙のマスクに成長したな。いいぞ。OK。 そうなると次は、これ行きたいけどな。でもこっち側来ちゃったんならこっち行ってもいいな。一回降りて、わあ、もう全部倒していく道もあるな。うりゃー、あ、はい、盗賊団ですね。あー、嫌なとこにいる。弱い。これでいいでしょう。モルサムさんはもういいのか。じゃあウェルシアさん、チャルガー、イーランさん行こうか。よし、これで行こう。みんな行くぞ。4人前の方から倒していって、他のメンバーで3人倒す。強い。そっか、戦士さん強いよな、体力がね。あちゃー、こりゃー、そうか、そうか。いや、思った以上に戦士さんが硬かったな。サモクロクちゃんばっか強くなっていく。いや、戦士さん、サモクロクちゃんの攻撃に耐えるか。サモクロクちゃんの攻撃力向上した方が良かったかもな。あ、関係ないか、順番的に。よし、一回右に行こう。今回全部済ませちゃうよ。はい。ということで一回ここで切ろうかな。次回帰り道頑張っていきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。